ザックス・ボルフェ効果。ザックス・ボルフェ効果の光子が重力赤方変異を受けることにより観測者から見た CMB のスペクトルにムラが現れるという現象である。この効果は角度スケールで10度を超える CMB の揺らぎについてそれを引き起こす支配的な原因である。この通称は1967年に提唱した二人のアメリカ人宇宙物理学者。 ライナーカート・サックスとアーサー・マイケル・ウルフにちなんで命名された。奇跡分的ザックス・ボルフェ効果は宇宙の晴れ上がりにおける最終産乱面による重力赤型変異により引き起こされる。この効果は最終産乱時における質量、エネルギー密度が空間的に非一様であるため全天で東方ではない。すなわち最終産乱時に 重力ポテンシャルの底にいる光子と山にいる光子では、重力赤変異する度合いが異なる。積分、ザックス・ボルフェ効果は、やはり重力赤型変異により引き起こされるが、最後の三段面から観測者に至るまでの経路上で、発生する点が異なる。したがってこの現象は、現象の CMB の一部ではない。これは、宇宙の密度が、質量を持った、物質以外の何者かに、 支配されている場合に起こる。もし宇宙が物質で支配されている場合は、大きなスケールの重力ポテンシャルの緯度と山は意味がある程度には発達しない。もし宇宙が電磁波、あるいはダークエネルギーで支配されている場合は、このようなポテンシャルは発達でき、その中を通過する格子のエネルギーを微妙に変化させる。イス効果には二つのタイプがある。早期型ダイスは、 奇跡分的ザックス・ボルフェ効果が原所の CMB を作り出した直後、まだ周囲に宇宙膨張に影響を与えるのに十分な程度の電磁波が存在するに、講師が密度の揺らぎの中を走り去る時に起こる。これは物理現象としては次に述べる地球型イスと同様であるが、それを引き起こした物質密度の揺らぎは実際には探知不能であるので観測上の便宜のため、 通常は、現初の CMB とひとまとめにされる。地形型石文、ザックス・ボルフェ効果は、宇宙の歴史という尺度では極めて最近の、ダークエネルギー、または、宇宙定数が、宇宙の膨張を支配し始めた時点から生じたもので、ある。不運なことに、この用語は少々混乱を引き起こしやすい。地形型イスは、暗黙のうちに、地形型イス効果の、 密度の接動展開における一時、線形の項を指している。この効果の線形項は、アインシュタインドジッター宇宙では、完全に消えるが、ダークエネルギー、または、極率が宇宙膨張を支配する宇宙では、比例の値をとる。またこの効果の工事の項は、宇宙膨張速によらず常に、比例の値を示すが、その値は、宇宙膨張やスケールによっても異なる。 全非線形式がイス効果の中で、特におのののボイドや銀河団の中で起こるものは、マーティン・リースとデニス・シーアマが次のような物理学的な図式を解明して以来、リース・シーアマ効果として知られている。ダークエネルギーに起因する宇宙の加速は、強く大規模なポテンシャル移動と山さえも、光子がそれを横断する間に崩壊させる原因になる。光子は、ポテンシャル移動。 超銀河団に入り込むにつれ、少しエネルギーを獲得し、井戸が拡張され、浅くなった後に、それから出た後も、その獲得したエネルギーの幾ばくかをキープしてい。同様に、光子はスーパーボイドに入り込むにつれ、エネルギーを失うが、その間にわずかに押し潰された山から出るときは、失ったエネルギーのすべてが回復されるわけではない。地球型の一つの特徴は、銀密度、 平方度あたりの銀河の数と CMB の温度の相互、相関関数が例でないということである。これは、超銀河団は光子を穏やかに加熱し、逆に、スーパーボイドは冷却するからである。この相関は、中から高の優位性で、すでに検出されている。2008年5月に、グラネット、ニーリンク及びソプリディは、スローンデジタルスカイサーベイの明るい、 赤色銀河カタログの中で同定された個々のスーパーボイドと超銀河団が地球型イス効果と思われる領域に一致させられることを示した。彼らのザックス・ボルフェ効果の検出はまず間違いなく現時点で最もクリアなものであり、スーパーボイドと超銀河団が CMB に与えているごくわずかの効果をイメージ化している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。